Hey, are you getting bored studying Japanese with a textbook? Do you want to improve your Japanese as quickly as possible without a teacher? Try out my audio course for free. The link is down below. Thank you! つぼつぼとキムチ鍋パーティーをしてます。タイミングバッチリ。ペシって言ったよね。タイミングバッチリ。どう美味しい？美味しい。久しぶりの鍋？久しぶり4年ぶり？熱い。うん。今から箱根神社に行きます。レッツゴー。このガタガタの坂を今から降ります。もうすでにやばくない？もうすでにやばい。うわなんかまっすぐだよね。まっすぐまっすぐ。そこにすごい穴があるから気をつけて。急カーブです。箱根神社に来るのは何年ぶりですか、つぼつぼさん？約5年ぶり？約5年ぶりに箱根神社に帰ってきました。今日はちょっと曇りだけど、まあまだマシだね。雨になる予定だったから、ちょっと晴れてよかったです。はい、箱根神社はパワースポットだよね。そうだね、すごいパワースポットだね。そう。だからみんなここに来て、何お願いする？いいご縁に巡り合えますようにとか、家族が健康でいられますようにとか、合格しますようにとか、かな？結構そういうことをみんな、お祈りしに来ます。うん。パワースポットって結構日本にたくさんあって、やっぱり神社とお寺かな。山、そうだね。富士山もパワースポット。自然がある場所、うん、そうだよね。自然が豊かでーす。すごい綺麗。うん。これ神秘的だね。はい、こんな感じです。箱根神社に行った後、いいことがあったりします。これは私の思い込みなのかもしれないんですけど、神社に行った後、結構いいことが起こります。つぼつぼも？絶対いいことが起きてる。箱根神社に行った後は5年ぶりに挨拶に。そうだね。なんか日本人は地元の神社に挨拶しに行ったりするよね。そうだね。帰ってきたらお久しぶりですって言って、神様に挨拶しに行ったりします。手を洗ってきます。汚い手を洗ってきます。本当は柄杓があって、左、右、口、で、最後にまた左手、柄杓を洗って返すんだけど、今コロナで柄杓がないですから、ここで普通に手を洗います。この手を洗うのは、なんか本当に手が汚いからじゃなくて、心を清めるために、神様に会う前に心を清めるために手を洗います。でもハンカチを忘れました。手がびちょびちょのままで。神様に挨拶しに行くのはダメなので、ちょっと OK です。こっちやの、おー、こんな階段あったっけ？あったよ。 OK、 頑張って登ろう。じゃん、すごいねこれ。めっちゃ高いねこの木。まっすぐだよね。ここ辛いよ絶対。確かにここで動画撮ったら多分ハーハーいう声が入るからちょっと止めようかな。登り終えたらもう一回撮ります。着きました。しんど頑張って登りました。今から参拝してきます。参拝するところはちょっと動画撮れないのでここで止めますね。息が荒いはい、皆さん、これは絵馬と言います。絵馬に自分の願い事を書いてここにかけます。昔はね、こういう馬を神社に奉納してたんですけど、もう今馬を奉納できないので、馬の絵の描いた木の板を買って願い事を書くことで神社に奉納します。あ、つぼつぼが絵馬を買ったかな絵馬を買いました。はい、ここでね書くことができます。つぼつぼの願い事写していいの？ダメでしょこれはシークレットです今からおみくじを引きに行きます。100円を入れます。はいオッケー、ちょっと開けるね。何かな何かな、ドキドキする。あ、中吉、中吉です。まあまあいいです。一番気になるのはやばい、旅行旅立ちはしばらく控えなさいどうしよう、今から旅行するのに。あ、でも転居うまくいきます。よし。恋愛内気にしていては嫌われます心明るくしなさい。はい、すみません、明るくします。もうすぐいい縁があります。だって仕事、事業、努力し苦境に耐えよ、苦しい状況に耐えなさいということですね。苦しくないけどな頑張ります。でもそれぐらいかな。ありがとうございました。このおみくじは引いた後持って帰ってもいいし、神社のこういうところに結んで帰ってもいいです。二重に折ったつぼつぼ、二重、二重に折って、すいません、ちょっと不器用です、すいません。大丈夫かな、気をつけてね。 OK できたこんな感じです。はい、ここに結んで帰ります。ここに結んで帰るといいことがあるのかな。うん、神様が見守っててくれるんじゃないかな。神様が見守っててくれるのかな。じゃあお願いします日本人は一般的に悪い経過が出た時はおみくじを結んで帰って、いい経過の時は持って帰ります。悪い結果が出ても結んで帰ることでいい方向に向かうと言われています。でもいい結果の時でも結ぶと神様とのご縁が強くなると言われています。箱根神社でお守りを買いました。お守りっていうのは多分英語でラッキーチャームっていうんだと思うんですけど、どこにいても神様に守ってもらえるようにこのお守りを神社で買います。で、私は今日は3つ買いました。じゃじゃーん、かわいいでしょ。はい、1つ目は自分に買いました。開運お守り、運が開きますようにとかいい運に巡り合いますようにというお守りです。富士山の絵も描いてあって、箱根神社の絵も描いてあります。かわいい。で、2つ目、これはお母さんに買いました。これはね、健康のお守りです。健康でいられますようにというお守りです。3つ目はじゃじゃん、これも、体を守ってくれますようにというお守りをお父さんに買いました。あ、お兄ちゃんに買うの忘れたやばいやばい、ちょっと戻って今からお兄ちゃんに一つお守りを買いたいと思いますやば。はい、お兄ちゃんにちゃんとお守りを買ってきました。お兄ちゃんはね、勉強頑張ってるので学業成就お守りっていうお守りを買いました。これでお兄ちゃん勉強頑張ってね。 OK この匂い懐かしい、うちこの匂い懐かしい。あ、ほんまや、懐かしくない？懐かしい、わかるこれ何の匂いやろ、なんかの木の匂いやな。すごいいい匂いではないけどさ、懐かしくない？でも懐かしい、懐かしい。これもう箱根っていう匂い。土の中で。あー、確かに。よし。絶対滑りたくなる。ここでみんな写真を撮ります。このね、湖の中に鳥居があります。多分休みの日に来たらもっと並んでるんじゃない？今日火曜日だからこんなに人少ないけど。あと観光客が来始めたら多分ここは行列になると思うけど。いつも並んでるよね。いつも並んでるここ。なんかここトトロみたい。あとでちょっとトロ。箱根神社に行ってきました。この動画が、皆さんのリスニングの練習になったら嬉しいです。箱根に来たらぜひ箱根神社に来てみてください。これを見た皆さんにもいいことがありますように。ありますように。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。